皆様こんにちは。東京都中央卸売市場がお送りする今さら聞けない食材のワンポイント講座、目利きのプロである豊洲市場の仲卸業者の方に食材選びのコツやその保存方法について教えていただきます。今回は改編です。株式会社吉善吉橋吉信さんに新鮮で美味しい貝類の選び方とその下処理について教えていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ吉橋さん、貝について教えていただく前に、まず卸売市場における仲卸業者の役割について教えてください。簡単に言うと、魚屋さんとかお寿司屋さんとかのための魚屋さん、イメージ的に、プロを相手にしている魚屋ってイメージですね。じゃあ漁港から上がってきた、はい、その海産物をお寿司屋さんとか魚屋さんとの橋渡し役という形でよろしいですか。そうですね。はい、それを選別してニーズに応えて魚屋さん用とかお寿司屋さん用とか例えば回転寿司さん用とかそういうところを我々が分けてそういう販売しているということ役割ですね。本当にもう選ぶプロということですね。はいはい、それではこれからたっぷりと貝について教えてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは日頃私たちがスーパーで貝類を選ぶときどのようなことをポイントに選べばよいのか、またその下処理についてお聞きしたいと思います。まずはアサリから教えてください。はい、こちらアサリ選び方なんですけれども、どういったところをポイントに選べばいいですか。選び方だとまずスーパーとかじゃ持てないですけど、軽く持ってみてちょっと重みがあるようなイメージ、このお尻の部分ですか、ここが膨らんでるものこういうもの、やっぱりこっちの方がお尻の部分が盛り上がってますね。こういうものよりこういうものを選んだ方が、身が厚い。さあ続いてこちらアサリというとやはり砂抜きしないといけないんじゃないかってイメージが多いと思うんですけれども、はい、砂抜きの方法を教えてください。はい、でまず、このアサリ同士を流水で軽く貝同士を揉むような形で殻の周りについたゴミとか砂とかを、流してあげる。水道水そのままで。そうですね、はい、もう流水でザルかなんかの上でこうやってザラザラやるようなイメージで、次は、まずは塩水を作る。はい、海水に近い形で、3% ですかね。はい、でイメージ的には 200cc のカップに小さじ1杯のイメージで海水を作ってください。はい、それでポイントとしてはボウルにそこまでいかないザルを合わせて、ここに、アサリを入れていきますよね。こういう形で、入れて、で水を張るのもアサリは浅瀬にいるんで、もうひたひたになるよりちょっと上の部分が、完全に浸かるような形じゃないぐらいにしてもらう。ちょっと頭が出てる状態ですね。そうですね。はい。はい、それでここに金でも何でもいいんですけど、周りにあるものをかぶせてあげてちょっと暗いイメージを作ってあげる。それで完全にラップとかしちゃうとアサリも呼吸してるんで、ちょっとこういう隙間が空いてるような感じでかぶせ物をしてあげて、この状態でだいたい1時間ぐらい、冷蔵庫に入れるようでしたらやっぱり2時間ぐらいですかね。そういうイメージで砂が抜けると思います。あとこのなんでこういうボールにしたかっていうのは、下に砂が抜けたのをまたアサリが吸っちゃうといけないんで、理想としてはもうこういうようなイメージで、もうこうやって上げた時にもう砂が下に入ってるっていうようなイメージでやってもらえると簡単にできると思います。続いてはホタテです。はい、普段私たちがスーパーで購入するときはこういった貝柱だけのむき身とこの貝殻に入ったものがあると思うんですけれども、はい、それぞれの選ぶポイントを教えてください。はい、むき身になっているものなんですけど、やっぱり表面がプリプリしているもので鮮度が落ちてくると月のクレーターみたいな形で固まってきてちょっとポコポコ
まあ、本当に見た目ですぐ分かると思うんで、本当に張りのあるもの、プリプリしているものを選ぶといいと思います。続いて貝殻付きなんですけれども、はい、まあ、貝殻ですと、まあ、中が見えないんで、まあ、時期的に例えば、卵とかそういうのを食べたい方は、春から夏に向けてで、身を食べたい方はやっぱり、秋から冬にかけて、そうすると卵の大きさが全然違うんで、でそういう、まあ、見分け方っていうか時期ですよね、時期を見て、買っていただいた方がいいと思います。と私たちは一応、こういうものを使ってるんですけど、家庭にこういうものはないんで、今日はステーキナイフで剥かしていただきます。その他こういったバターナイフでも、はい、これでも大丈夫、はい、大丈夫です。それでやっぱ海水の中に浸かってたりすると口が閉じやすいんで、もう水から上げるとやっぱり呼吸したいとかそういう風になるんで、まあ、口が開きやすくなるので、まあ、こういう状態になると思います。じゃあ水から上げてちょっと置いておいてからの方がいいってことですね。はい、はい、で、まあ、こうやって開きます。そしたらまず紐の部分ですね、紐の部分を軽くめくってあげる。真ん中の柱をこうやって切ってあげる、殻に沿って。そうするともうこのようにパカッときれいに、もうイメージ的にも貝をなぜるように削いでいくような感じです。でこれを下側も同じように紐をめくり上げてあげて、貝に沿ってこういう感じで、そうするともうこうやってきれいに抜けます。紐の部分はもうバター炒めとか、あとは甘辛く煮たりとかがおすすめですね。で、まあ、卵は、まあ、焼いてあげる。これもなんか、あとはガーリック炒めとか味付けて焼いてあげると美味しいと思います。どうしても食べられないところとかっていうのは出てくるんですか？そうですね、この鱗の部分ですね、ここがホタテの内臓のようなイメージになるんで、ここは外してあげた方がいいと思います。はい、おすすめはよくバーベキューでもホタテを乗っけるだけでいうバーベキューの仕方をする人がいるんですけど、もう完全にこういうふうに剥いてあげちゃう、先に剥いてあげて、こうやって盛り上がってる方ありますよね、ここにこのまま外して乗っけてあげる。そうするともう柱が取れてるんで食べやすいですね。吉橋さん、はい、ホタテの貝柱を刺身で食べる時のポイントを教えてください。はい、みんな見栄えでホタテをこうやって切る方がいると思うんですけど、おすすめはホタテの繊維ってこれ縦に入ってるんですよ。縦に入ってるんで繊維を切っちゃうより縦に本当こういうふうに繊維をたくさん残してあげる。そうすると歯ごたえがすごい良くてシャキシャキしてて、こちらの方が美味しく食べれる、歯ごたえが良くなるんですね。だからお刺身で食べる方はもうこういう切り方がおすすめです。はい、続いては牡蠣です。牡蠣もむき身と殻付きがあるんですけれども、はい、それぞれの選び方教えてください。そうですね、むき身の方は貝柱が透き通ってるもの、貝柱が透き通ってて黒い線ですよね、こういうのがはっきりしているものなので
が鮮度がいいですね。そもそもこのむき身というのは洗ってから食べた方がいいんですか、それともそのまま調理してしまってよろしいんですか。はい、やっぱりゴミとかがついてたりするんで、これもあんまりよくもうゴシ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 洗っちゃう方がいると思うんですけど、この加熱用のむきがきに関しては剥いた状態で送られ、剥きっぱなしの状態で送られてきてるんで、軽く塩を振ってあげて流水で本当5週から6週ぐらいですかね、それぐらいかき混ぜるぐらいで、あとはその塩分をちょっと流してあげる程度に水をまんべんなくくぐらしてあげて、でもそのままざるにあげておいてもらうのが十分だと思います。そして続いてがこちら、殻付きの牡蠣の選び方なんですけれども、はい、殻付きの牡蠣もやっぱり重さですね。よく持ち方もですけど、持ち方はこうやって持つと大体みんなこっちが重たいんで分かりづらいんですよね。逆にこれを逆にしてあげる、逆にして持ってみてずっしりくるものを選んでもらえると身がパンパンに入ってますね。あとはもうのっぺりしているものよりやっぱり身が厚いもの、そういうのを選ばれた方がいいと思います。ここの高さがあるものの方がいいということですね。そうですね、はい。それでは殻付きガキの殻を剥いていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、持ってもらって盛り上がっている方を下にして、ここですね、ここに貝柱がついてるんで、もうこれを外してあげる、これを外してあげればパカッと開くんで、これを外すように先っぽから入れると危ない、ここって殻が弱いんで危ないんで、このしっかりしてるところですね、もう柱の近く、ここにナイフを入れてもらう。でやっぱ手で持ってやると危ないので、おすすめは布巾の上に置いてしっかりと固定してあげる、そこにナイフを入れてあげる。でそうするとここに入れると開くんで、そうするとこの柱がちょっとでも外れればもう簡単に開きやすくなるんで、でそしたら開いたところを軽く親指かなんかで押さえてあげて、あとはもう綺麗に貝に沿って柱を徐々に外してあげる。そうするとこういう形で開く。でこちらも同じように貝に沿って、うん、こういう感じですね。そうするとこちらの貝も外れるんで、きれいに剥がしてあげる。こういう感じですね。で食べるときに周りの殻を外したり殻を流してもらう。でそれでそのまま食べます。先ほどおっしゃっていたこの貝殻の開けるポイントの見つけ方なんですけれども、はいはい、ここに貝柱があるわけですけれども、そうですね、どうやって見つければいいんですか、どこに刺せばいいか。こうやって貝が合わさったところですね。こういうこれですとここでやるとやっぱり怖いんで、このちょっと分厚いところだったらもう強引に入れてあげてもいいんで、本当ここですね、ここの貝と貝が合わさったところにナイフを入れてあげる。それが開ける時のポイントってことですね。そうですね、はい。まあ、こういうように分かりづらいのとか、あとはさっきもそうですけど、ちょっとなんか分かりづらいなって人は本当ニッパーですね。ニッパー、本当100均で売ってるニッパーで殻をめくってあげる。めくってあげるとどこに入れたらいいかっていうのが口がけが見えてくるんで、
そうすると、うまみがぎゅーっと詰まった貝、下処理が大変などと思わずにもっと積極的に食べてほしいですね。はい、下処理はコツを覚えれば簡単なんで、たくさんいろんな貝を味わってください。今回は豊洲市場の水産仲卸業者、株式会社吉善吉橋義信さんに、おいしい貝の選び方とその下処理の方法について教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。